はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日の動画では僕が7年間で積み上げてきた超ミニマルな思考についてお話をしていきたいと思います。最近始めたこのラジオ動画の中で人気なのが人生マジで変わるシリーズです。第1弾は習慣について、第2弾は時間についてお話をしてきました。今日の第3弾では思考についてお話ししていけたらと思います。僕がミニマリスト生活を送ってきたこの7年8年間で積み上げてきた考え方であったり発想だったり、僕の頭の中にある思考で皆さんに超おすすめしたいものを厳選して1本の動画にまとめてみました。きっとハッとさせられる考え方もあるかと思います。今までになかった考え方や逆転の発想、ミニマリストになって変わった価値観だったり、僕が心の底から変えてよかった考え方などご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。この動画を最後までご覧いただければ、もしかしたらその皆さんの人生がうまくいかなかった、うまくいかない原因が見つかったり、皆さんが抱えている問題やトラブルの解決につながったり、皆さんの思考がよりクリアになり、人生がシンプルになるはずです。ぜひ最後までお楽しみください。で、本題に入る前に今回の動画でも伝えたいことがたくさんありますので、もしかしたら動画の尺が長くなるかもしれません。ぜひながら聞きだったり、片付けをしながらだったり、家事をしながらだったり、ぜひラジオ感覚で聞いていただけたら嬉しいです。それでもちょっとこの動画長いなと感じた場合は 1.5 倍速、2倍速で聞いてみてください。このチャンネルでは今日の生活にちょっとでも役立つようなトピックを配信しておりますので、もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは早速本題に参りましょう。それでは人生がシンプルになる超ミニマルな思考について20個ほどご紹介させていただけたらと思います。月並みな言葉ですが、ぜひ聞いてください。まず1つ目は、やりたいことを考える前にやめることを考えようということです。結構多くの人がやりがちなのは、そして昔の僕がよくやっていたのは、やりたいことをとにかく考えていく、とにかく足し算をしていたんですよね。だけど今僕自身が思うのは、やはりそういうふうに足し算思考でいるとどうしても手一杯になってしまって、どれも中途半端になってしまって、お金が足りない、時間が足りないっていうふうになっていました。で、本とかでも書いたんですけど、やはり何を始めるにしても、まずはやめたいことだったり、やめられることだったりとか、そういう減らすことを考えていかないと、たとえやりたいこととかしたいこととかがあったとしても、見つかったとしても、できなかったり中途半端にしかできず、中途半端な結果しか得られないんじゃないかなっていうふうに、そういう考えに行き着きました。皆さんはやりたいことばっかり考えていませんか？やめたいこととか、やめられることをリスト化したり、そういうのを考える時間を取ってますか？なぜやりたいことを考える前にやめること、やめられることを考えることが重要なのかというと、やりたいことをやれないストレスよりも、やめたいことをやめられないストレスの方が大きいからですね。つまり、やりたいことをやっていく人生よりも、やめたいことをやめられる人生の方が、おそらく人生の幸福度としては高くなると思います。僕自身実感としてあるのは、当然昔もやりたいことたくさんあったんですけど、だけどまずは引き算だなと思って、まずはやめられることとかやめたいことをどんどん引き算していったんですよね。自分の生活人生から手放していきました。すると、みるみるうちにストレスがどんどん減っていって、あ、こういう引き算の暮らしもありだなって気づいたんですよ。やりたいことをどんどん足していく人生も、それももちろん幸せであり、やりたいことができないストレスもあるんですけど、多少なりともね。だけど、やめたいこと、やめられることをやめられないストレスって、すっごいなんか心の負担にもなるし、身体的な負担にもなるし、多分頭の中でごちゃごちゃ考えがちになると思うんですよ。
だからぜひ今皆さんの生活人生でなんかモヤモヤしてるとかすごいストレスを感じるっていう場合は、やりたいことができないことにストレスを感じるよりも、やめたいこととかやめられることを、やめてないストレス、やめられないストレスの方が大きいから、もしかしたら皆さんの人生がうまくいってなかったり、問題やトラブルを抱えていたり、すっごいストレスを感じているのかもしれません。なので結論、やりたいことを考える前に、まずはやめられることとかやめたいことをぜひリスト化したりとか考える時間を作って、実際にやめられるように行動してみてください。続いて2つ目に参りたいと思います。2つ目にお伝えしたい超ミニマルな思考は、複雑にしない、何事もシンプルがベストということです。結構昔の僕もよくやってたんですけども、やっぱり足し算思考って何事も複雑にしますよね。あれもいいから足そう、これもやってみようとか、もう本当に仕事をするにしろ、まあ、タスクを考えるにしろ、まあ、スケジュールにしろ、もう何でも足し算足し算でやっちゃうと、もう手一杯になっちゃって、人生そのものが複雑になったりします。皆さんの今の暮らしぶりだったりとか、生活、家の中だったりとか、仕事ぶりだったりとか、職場環境だったり、人生とかはどうですかね？複雑になってませんか？で、複雑になればなるほど、考えなきゃいけないこともたくさん出てくるし、悩みもたくさん出てくるし、悩みも大きくなるし、時間が足りない、お金が足りないっていう風になってしまって、もう手つかずになって、それこそお部屋の中がごちゃごちゃしたりしてるのではないでしょうか。昔の僕はそんな風になってました。で、まあ、物を減らしていく過程で、この7年間8年間ミニマリズムを追求していく過程で、もう何でもシンプルが一番だなという風に僕は行き着きました。まあ、当然ながら、ああしたらいいんじゃないか、これもやってみたら方がいいんじゃないかみたいな考え、足し算思考とかも出てくるんですけど、まあ、先ほどにも言ったように、まずは引き算をして、削れるところは削って、本質は何かっていうのを見極めて、まあ、もしかしたらそのシンプルな状態が一番かもしれないし、ちょっと付け加えるぐらい、まあ、ちょっとスパイスを加えるぐらいだったらいいかなっていうふうに僕は今では考えてます。だから、まあ、YouTube をするにしろ、何か別のお仕事をするにしろ、まあ、いろんなアイデアが出てくるんですけど、常に僕自身が軸としてあるのが、とにかくシンプルにすること、まあ、デザインもそうだし、企画の構成だったりとか、いろんなアイデアだったりとかも、まずは軸、自分の中での軸を考えて、とにかくシンプルにすることを心がけてます。で、シンプルだからこそ、時間にも余裕があったり、お金にも余裕が出てきたり、心にも余裕が出てきたり、で、余裕があるからこそいろんなアイデアが出てくる、思考にもゆとりがあるので、何事もシンプルにするからこそうまくいってきたのかなと思います。なので、ぜひ皆さんもいろいろ今生活とか人生が複雑になっていて、すごいストレスを感じていたりとか、心が、頭の中がごちゃごちゃしてる、モヤモヤしてる方とか、お仕事だったりプライベートだったり、お部屋の中がすごい複雑化してる方は、とにかくシンプルにできるように、無駄なものを削ぎ落としてほしいなと思います。で、いろいろ考える時も、まずは自分の軸、暮らしのライフスタイルの軸でもいいし、とにかく自分のその信念みたいなもの、自分の中のこだわりというか、価値観というか、そういう軸をぶらさずにシンプルに考えていけば、物事うまくいくのかなと思います。これから皆さんがお仕事をするとき、片付けをするとき、整理整頓するとき、何か企画構成考えるとき、アイデアを出すとき、勉強するときもしかり、とにかく何事もシンプルに考えてみてください。で、シンプルに考えるためには、何事もシンプルにするためには、とにかく引き算、削ぎ落とすっていう行為が大事になってきます。続いて3つ目お伝えしたいことは、買うものを考えるより、まずは手放せるものを考えるっていうことですね。先ほど一つ目にお伝えさせていただいた、やりたいことを考える前にやめることを考えましょうにも近いんですけども、多くの人はそれこそお部屋を片付けられない方とか、お部屋になりがち、物が際限なく増えてしまう人は、手放すもの、手放せるものを考える前に、まず買いたいものだったりとか、例えばじゃあ12月にボーナス入ったから何買おうかなって考えたりとかしてませんか？結構昔の僕はよくやってました。毎月月末に給料振り込まれると同時に、
あれ欲しい、これ欲しいっていう風にね、買いたいものリストを書いてみたりとか、今年1年はこれを買うことを目標にしようとかね、お給料上がったらこれを買おうとか、なんかそういう風に考えてたんですけど、まあミニマリストになってから当然買うものを考えるよりも、まずは手放すものだな。何か手放してから買いたいものを買おうっていう風に考えるようになりました。で、なぜそんな風に考えるようになったのかというと、買うものを考える前に、まず買う前に手放す、手放せるものは何かを考えるようになったのかというと、まあ、僕の中ではもちろんその買うことによる幸せ、得られる幸せもあると思うんですけども、ただいらないものを持ち続けるストレスの方がすごく大きくて、だからまずはそっちを、ストレスを手放した方が生活、暮らし、人生の満足度が高まるような気がするんですね。で、実際にそれを体感してきました。物を持ちすぎている状態で、ストレスを抱えている状態で、いろんなアイテム、買いたいもの、欲しいものを買ったところで、物欲を満たしたところで、根本の土台としてね、ストレスが常にある状態だから、買った瞬間はそれはね、嬉しかったり、満足だったりとかするんですけども、でも気づかないうちにそういうストレス、持ち続けるストレスをずっと感じてるわけじゃないですか。だからモヤモヤしてたんだと思うんですよね、昔の僕は。だけどその根本のストレスをまず一旦手放すことによって、海を全部出すことによって、でその次に欲しいものとか必要なものを買えば、もともとあったストレスがない状態で買うから、喜びも2倍3倍になるはずなんですよ。買ったことによる満足感だったり幸福感も、まずは手放すことによってかなり高まると思います。なのでぜひ皆さんもいろいろあれ買いたい、これ買いたいっていう風に普段考えてるかもしれませんが、まずは手放せるもの、いらないものはないか、不要なものはないか、まずそっちから考えていただき、で手放せるものは手放してから、欲しいものだったりとか必要なものを買ってみてください。例えるなら、断食した後に美味しいご飯を食べるぐらいの喜び、満足感、幸福感が得られると思います。続いて4つ目、お伝えしたいことは、大きいものよりも小さいものや軽いものを持つっていうことですね。昔は大は小を兼ねると思って、ちっちゃいものよりも大きいものを買ったりとか、ちょっと重量感のあるものというか、そういうのを買ってました。やっぱ大きい方がいろんなものが入るし、何かあった時、万が一の時のために大きいものを買っておこう。もう収納でもそうだし、車でもそうだし、家もそうかもしんないし、生活必需品、日用品だったりとか、もう全てのものにおいてそういうふうに考えてたんですけども、やっぱり大きいものばっかり買ってると、その分高かったりとか、お金も出てくし、スペースも取るし、窮屈感、圧迫感にもつながるし、そういうものからのすごいストレスを受けてたんですよね。だけど物を減らし続けて、でそういう大きいものもどんどん手放していくと、スペースも広くなるし、ストレスも減るし、窮屈感がなくなって、開放感になって、すごい自由にのびのびとした生活になっていきました。だから当然その大は小を兼ねるっていうことわざは正しいかもしれないんですけど、小さいものよりも大きいものを買えばいろいろ使い勝手が良くなったりするかもしれないですけど、ただ大きいものを抱えすぎると人生の重荷になるよということです。先ほども言ったように、スペースが狭くなって持ち運ぶのも大変だし、掃除の時に動かすのも大変だし、体力奪われるし、で大きい方が重かったりとかするから、重労働になり体力も奪われ、人によってはぎっくり腰とか体の節々が痛くなったり、例えば女性の方とか、ちょっと高齢者の方であれば、もう重いものが持てないから、大きいものが持てないから、家族まで巻き込んでしまって、家族を疲れさせてしまったりとかね、そこで喧嘩になってしまったりとか、まあいろいろ負の循環が生まれちゃうわけですよ。大きいものとか重いものを持ちすぎるとね。まあ、そういった意味で皆さんの人生の重荷になっていくので、とにかく軽いもの、小さいものを選ぶようにしてほしいなと思います。で、誤解してほしくないのは、小さいものを買って全然入らないみたいな、そういうストレスは感じてほしくなくて、とにかく買う時に大事なのは、何を入れたいのか、何を入れるのか、その容量はどれぐらいかみたいなのをしっかり考えていただいて、適切な大きさの、まあ、収納だったりとか、アイテム、グッズを買ってほしいんですね。
そしてその中でも、まあ、軽いものを選ぶみたいなのが一番おすすめだったりします。コンパクトで軽いものを選べば持ち運びも楽だし、物の移動も楽だと思うし、スペースもそんなに取らないし、家もそこまで広くなくてもいいかもしれないし、で大きいものより小さくて軽いものの方がおそらく安いでしょうし、例えば車だったら税金がかかるわけじゃないですか。重ければ重いほど、大きければ大きいほど。そんな風にやっぱりコンパクトなものを選び、軽いものを選んでいくと、まあ、何かと暮らしが軽くなるというか、お金の節約にもなるし、時間の節約にもなるし、体力の節約にもなるし、でスペースもどんどん広くなって開放的になるから自由な生活が待ってますよね。なので結論、皆さんの身の回りに大きくて重いものがある場合はまずそこから手放せないか考えてみてください。で、そういうものを優先的に手放して、もしその大きいものがもともと必需品だった場合は、ぜひ小さいものとか、より小さいものとか、軽いもの、コンパクトなものを選ぶと、暮らしがガラッと変わるかと思います。続いて5つ目伝えたいことは、できない理由を考えるより、できる理由を考えようっていうことですね。昔の僕はやっぱりネガティブで、もう何でもかんでも言い訳をつけてできない理由ばっかり考えてました。今皆さんはそんな風になってないですか？で、これ本当不思議なんですけど、片付けを着々と減らしていくとできる理由を考えるようになってくるんですよね。で、おそらく僕の中での分析によると、まあ、片付けをしていくものが減って、まあ、スペース的にもゆとりが生まれるから、まあ、できることも増えるわけじゃないですか。スペースが狭いと、例えばじゃあ筋トレができない、ストレッチができないぐらい窮屈だと、スペースが足りないからっていうような言い訳が出てきてしまいます。で、さらには物が多いと時間だったりお金もどんどんなくなっていくから、まあ、時間がない、お金がないっていう言い訳が出てきます。だけど片付けて物を減らせば生活費もグググッと下がって、例えばお金が貯まり始めたりとか、それこそ物にまつわる時間も減っていく、探し物も減ったり買い物の時間も減ったりとか、片付けの時間もかなり短縮するので、だからお金がない、時間がないっていう言い訳も出てこないのかなと。で、そういう言い訳が一個一個消去法で片付けることによってなくなっていくから、できる理由がどんどん見つかっていくのかなと思います。だからそういった意味で片付けってめちゃくちゃ最強の自己投資だと思うんですよね。いろいろセミナーとかイベントとかたくさん本を昔読んでて、だけど あれできない、これもちょっと時間がないからできない、仕事が忙しいみたいな感じで、もう何かと言い訳をつけてやらなかったんですけど、でもやっぱりそのスペースにも余裕が生まれて、時間にもお金にも少しずつですけど余裕が生まれてからは、本を読んでからも実践できるようになってったんですよね。で、僕のチャンネルでは繰り返し言ってきましたけど、やっぱりそのインプットだけでも人生変わらないし、口だけでも人生変わらなくって、やっぱり行動できる人というか体を動かせる人だけが人生変わると思ってるんですよ。だから言い訳をせず、とにかく動ける人、できる理由を考えられる人だけが人生変えられるというか、暮らしがどんどん良くなっていくということですね。なので結論、皆さんにお伝えしたいことは、できない言い訳ばかりをして皆さんの人生、皆さん自身の人生の可能性を否定していくよりも、できる言い訳を見つけていって、自分の、皆さん自身の可能性を無限大にした方が人生楽しくなりますよ。そのために物を減らしましょう、片付けましょうということです。で、ちょっと余談にはなるかもしれませんが、昔の僕はやっぱり言い訳する自分も嫌いだったんですよ。なんで言い訳ばっかりしちゃうのかなって、原因が分かんなかったんですよね。で、昔の僕は思考を変えようとかマインドを変えようっていうふうに思ってたけど、全然変わらなかったんですよ。多分これ皆さんも共感していただけると思うんですけど、で、言葉を変えろとか思考を変えろとか、なんかそういう情報とかもあるじゃないですか。多分昔の僕もそういうこと言ってたかもしれないですけど、でもそれだと変わらない人もいて、変わる人もいると思うんですけど、そんな方は先ほどにも言ったように、もう物理的なものを変えていく、それこそ身の回りの環境、人間関係を変えるもいいかもしれないし、それこそ周りにどうしても言い訳する人ばっかりいたら、自分もそういうふうに染まっちゃいますよね。だから人間関係を手放すのも大事かもしれないし、まあ、個人的に一番手軽に誰でもできるのが物を減らすことだと思うんですよ。で、物を減らしていけば
先ほどにも言ったように、もう何回も繰り返しになりますけど、時間がない、お金がない、スペースがないっていう言い訳がまず消えると。だから少しずつできる要素が増えてきて、あ、スペースができたからこれを置けるじゃんとか、これができるじゃんとか、時間に余裕ができたからこんなことができる、それこそ副業ができる、もっとお仕事に集中できる、家族との時間ができるとか、お金が増えていくからあれが買えるとか、例えば副業に必要なこれが買えるとか、旅行に行けるとか、そういう可能性が増えてきて、 できることが増える、で達成感とか自信にもつながる、でもっともっとできることはないかって探し始める、雪だるま式で増えていくのかなと、可能性が高まっていくのかなと思います。続いて6つ目は、他人を変えるよりも自分を変えるということです。皆さんは他人ばっかり変えようとしていませんか？他人を変えるより自分を変えた方がいいと頭では分かっていても、なかなかその自分の中でアクションができずに、人にばっかり口出しして批判したりとか否定したりとかしてませんか？それだとやっぱり皆さん自身の人生は変わらないですよと。結論、自分の身の回りの人を変える労力とか時間とか、下手したらお金とかを考えたら、自分を変えた方が一番手っ取り早いし、それが結果的にまず自分が変わることが周りを変えることだったりとかするんですよね。だから僕のチャンネルでは繰り返し言ってきましたけど、まずは自分が変わって、自分が見本となって、自分がその変わる姿だったりとか成長する姿、背中を見せて周りを変えさせるというか、僕はそんな風にやってきてすごく良かったなって思います。例えばこのミニマリストチャンネルでよく聞くのは、その自分は一応片付けてるつもりなんだけど周りが捨ててくれませんと、家族が変わらないっていうご相談をよく受けるんですけど、もう片付けもしっかりですね、まずは自分が動く、で自分の片付けが終わったんだったら次のステージに進みましょうと。例えば家計管理するもよし、人間関係を手放してみるもよし、お仕事に関して何か変えてみる、副業を始めてみたりとか、例えば収入が上げられるように転職してみたりとか、お仕事に熱中してみたりとか、でそういう変わる姿とか頑張ってる姿を見て、周りの家族とか友人も刺激を受けて、インスパイアされて、感化されて変わっていくのかなと思います。やはり口だけでは周りって変わらないですよね。周りがああだこうだ言ったところで、多分本人たちもしない理由があったりとか、できない理由があったり、間違ったことをやる原因要因があったりとかね、多分本人にも言い分ってあると思うんですけど、で口で言ったところでまたそういうのがね、悪いその悪循環が再発したりとかするから、だったらもう諦めて、ある意味諦めて、いい意味で期待せずに、まずは自分の人生に全うするのが一番効率的かなと思います。だからぜひ皆さんも暮らしの中で、ご家族にいろいろワンワン言ってね、他人を変えようとしたりとか、まあ、それこそ職場もしっかりですよね、部下や上司のことをワーワー言ったりとかね、するのではなくて、まずは自分が動く、まずは自分が片付けるとか、周りに言って聞かないのであれば、変わらないのであれば、例えば転職するもいいかもしれないし、副業を始めてみたりとか、時間の使い方、お金の使い方を変えてみたりとかね、まずは他の人の人生を変える前に自分の人生を変えましょう。続いて7つ目は、過去の思い出に浸るより楽しい未来を作るということですね。これはつまりどういうことかというと、まあ僕のチャンネルで繰り返し言ってきたことですけど、僕はもう過去のものを全部捨てました。理由は過去の思い出に浸る時間がもったいないからですね。どちらかというと、楽しい未来にしていくために、楽しい思い出を作るために、楽しい未来にしていくために、今集中した方が僕は人生豊かになると思っているからです。結論、まあ、僕の中での価値観では、過去の思い出の価値よりも楽しい未来を作れるように、今を生きる方が、今を楽しんだ方が何百倍も価値があると思ってます。だからぜひ今皆さんの家の中にね、過去のものばっかりあるとか、片付けのたびに思い出に浸ってるとか、あとは例えば家の中に昔取った賞状とかメダルとかトロフィーを眺めて過去の思い出に浸るよりも、例えばじゃあ何か大会に出て挑戦をしてメダルを取れるような人生にしていくとかね、そういう楽しい未来を思い描きながら今を一生懸命生きた方が、過去を生きる人生よりも何百倍も楽しいと思うし、何百倍も価値があると思います。なのでもし今のお話を聞いて、
共感した方は過去のものをできれば全部捨てていただいて、それができない方は自分の中でもうかけがえのない思い出のものだけベスト5とかベスト10ぐらい残していただいて、あとはもう未来に向かって突き進んでほしいなと思います。続いて8つ目は、月10万円生活で必要以上に働かないっていうことですね。結論、月10万円で生活できる術、技を身につけておけば、まあ、どんな時代でも、時代がどういうふうに変化しても転がったとしても生きていけるのかなと思います。僕の1作目の著書、2作目の著書にも書いてあるんですけど、1人当たり10万円で生きることによって、それこそ必要以上に働かなくても良くなるから、自由な時間が生まれたりとか、働くことのストレスも減ったりとかするので、僕の人生の話で言えば、まあ昔ね、それこそちょっと体調崩し気味で難病を抱えているから、頑張りすぎると体調を崩しちゃうし、まあ、お金はそんななかったけど、でもまずは時間的にも余裕が生まれた方がいいなとか、その生活費月10万円プラスちょっと収入があればいいな、だからそこまで働かなくてもいいなっていう考えに至ったから、心にも余裕が生まれて、どんどん体調が回復もしていったし、ゆとりの生まれた時間でこうして YouTube 副業にしようっていう考えにも行き着いたし、で余裕が生まれるからこそ、そして嫌なことをなるべく減らすことができて、好きなことをちょっとずつ足し算できるようになった結果、周りにも少しずつ優しくできるようになったというか、不機嫌でいることが減ったんですよね。だからそういうふうに、やっぱり嫌なことしてたりとか、その生活費が高いとか、お金がカツカツとか、時間に余裕がない、働きすぎってなっちゃうと、やっぱ周りにも悪影響を及ぼすし、自分の機嫌も悪くなって、やっぱり自分の人生に対して満足度も高くならないし、人生変わらないですよね。だから全く逆だと、まずは生活費をグググッと下げて、で時間に余裕を作るとか、まあ、生活費とトントンか、もしくはちょっとプラスになるぐらいの労働時間に抑えて、働くことのストレスを減らしつつ、好きなことを増やしていく生活にしていけば、今までの人生が逆回転し始めるのかなと思います。これは本当僕の人生で検証してきた、もう実体験に基づくお話なので、もし今病気しがちの方、体調不良が多い方とか、働きすぎてめちゃくちゃストレスがかかっている方とか、イライラしてるとかね、不機嫌なことが多い、家族になんか毎日当たってしまうみたいな人は、そんな風なところから始めるといいかと思います。生活費下げて労働時間をちょっと減らしてみてね。ちょっと怖いとは思うんですけど、そうするとまた違った景色が見えてくると思うし、あ、こういう生活もいいなって気づけると思います。で、今ではね、それこそ生活費10万円、1人当たり10万円よりもちょっとね、あえて生活費上げたりとかしてるんですけど、僕の中では根本の、まあ、人生の土台として、いつでも月10万円生活に戻れるっていうのがあるから、頑張ろうと思った時に、人生より変えたいと思った時に頑張って仕事して、例えばじゃあ収入上げようとか、資産をもっと構築しようみたいな風に今なっていて、でお金が増えれば増えるほど、毎年稼げる額が増えれば増えるほど、またそれはそれでできることが増えていくわけですよ。で、ちょっと仕事きついな、時間に余裕がないなと思ったら、一旦仕事をグググッと減らして、今まで蓄えたお金でやりたいことをやっていく。で、仕事の量を減らしてるから、自由な時間もたくさんあるから、だから言ってみたら、その時間とお金の使い方がすごく大事で、当然だから、そのお金をグググッと増やす時期も大事だし、時間に余裕がないと思ったら一旦その仕事の量を減らして、で自由な時間をどんどん増やしていく。でその自由な時間の中でやりたいことをしていく。で必要ならお金をどんどん投下していくみたいな、そういうそのお金と時間のバランスを調整していくっていうのが、人生を変えていく秘訣かなと思います。なので結論、ちょっと話脱線しましたけど、まあ、とにかくそのベースとして、月10万円、まあ、せめて10万円台で一人当たりね、生活できる技とか節約術とか、その仕事を減らしてもいいっていう、その覚悟を決めることもやっぱ大事だったりとかするので、ぜひ皆さんもまだまだそのミニマリストとして駆け出しの方だったりとか、これからミニマリストを目指したい方は、その物の目標だけではなくて、その生活費の目標もね、一人当たり10万円、二人暮らしであれば20万円ぐらいに留められるように頑張ってみてください。続いて9つ目は、我慢するより我慢を減らす生活を選ぶということです。皆さんは我慢ばかりの生活になっていないでしょうか。僕自身は今では
我慢するぐらいだったらもう我慢を減らせるようにしようっていうふうに今考えてそれを実践してきました。でさっきもちらっと言いましたけど、やっぱ我慢する生活ってめちゃくちゃストレスがかかるじゃないですか。でそのことを考えるのも嫌だし、やっぱモヤモヤすると思うんですよね。だったらもうモヤモヤするぐらいだったら、我慢するぐらいだったら多少ダメージあるかもしれないし、周りから嫌われるかもしれないし、責められるかもしれないけど、なるべく嫌なことは断るようにしてて、なるべく我慢しない、ストレスのかからない生活にシフトしようとしてきました。結論、まあ、そんな風に嫌なこととかストレスから逃げて逃げて逃げまくってきた人生ですけど、結果良かったなって思いますね。まあ、こうして YouTube を本業としてね、お仕事できるようになったりとか、逃げて逃げて逃げ続けた結果、まあ、崖っぷちにはなったんですけど、まあ、その崖っぷちに追い込まれたからこそ、より楽に自分にとって好きなことで、まあ、例えばじゃあお金稼ぐ方法はないかなとか、よりストレスのかからない生き方ないかなみたいなところを考えるきっかけになって、まあ、節約も大事だなとか、それこそさっきも言った月10万円で生活できるようにしなきゃだなとか、働き方も変えなきゃだから、例えばじゃあ不労収入、労働収入じゃなくてストック収入にした方がいいとか、投資をしたり資産形成した方がより労働時間減っていくだろうなとか、まあ、そういう考えに行き着いたんですよ。まあ、もちろんその逃げて逃げて逃げまくって嫌なことから逃げてって人生変わる人もごく一部なのかもしれませんが、まあ、多少なりともね、我慢することも大事かもしれないですけど、あくまで僕の人生では嫌なことから逃げ続けて、そのストレスの根本の原因を手放しまくってきた結果、すごい肩の荷も降りたし、ストレスも減ったし、生きやすい人生になったなって思います。で結構皆さんも例えばですけど経験あると思うんですよね。その嫌な職場から逃げるために退職したり転職したりで、結果良かったっていう人も結構多いと思うんですよ。だからその実体験をもとに、嫌なことから逃げてもストレスを手放す行動をアクションを起こすことでもやっぱ人生って変わってくるから、もし今皆さんが我慢してることがある場合は、その我慢を減らす生活をぜひ選んでみてほしいなと思います。続いて10個目、皆さんにお伝えしたいことは、一発逆転をするよりも散り積もを大事にするってことですね。昔の僕は、もしかしたら今の皆さんもそうかもしれないですけど、なんかそのアクションを起こした時にもう莫大なお金が降ってくるというか、手に入るとか、もう人生180度変わるみたいな妄想をしていました。だけどそんな人生は甘くないんですよね。当然ながら人生っていうのは積み重ねなので、もうコツ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 できる人間だけが人生変わるんですよ。厳しいことを言いますけど、本当にそれを昔の僕に伝えてあげたい。結局細く長く続けられる人が人生を変えられると悟った結果、こうして YouTube ももう毎日投稿をね、1日1本動画アップして、なんなら昔1日2本3本投稿していた時期もありました。だけどやっぱり人生うまくいかなかったりとか、変えられない人、人生変えられない人っていうのは途中で諦めてしまって、その一発逆転しようとするから、もう短期集中でガッとやって、それで結果出なかったらもう諦めてしまう。でその繰り返しだったりとかすると思うんですよね。皆さんは実際今どうでしょうか。どちらかといえば細く長くできるように、例えば、まあ、ちょっと YouTube の話で申し訳ないですけど、毎日継続できるように動画のクオリティをあえて下げるとか、編集とかその動画の構成もシンプルにしてみたりとか、関わる人をちょっと最小限にしてみたりとか、多く関われば関わるほど考えなきゃいけないことが増えたりとか、タスクも多くなっちゃって、もう皆さんも問題抱えたりとかして、結局続かなかったりとかね。だからさっきも言いましたけど、いかにシンプルにできるか、そして長く細く継続できるかっていうのが僕の中では成功法になってるので、ぜひ皆さんもね、参考にしてほしいなと思います。結局ハードルを上げて、その仕事の質も高めすぎた結果、自分の中だったり、そのチームの中だったり、その職場の中でハードルがずっと高くなっちゃうんですよね。その合格点が80点90点以上じゃないと良くないみたいに。でもそうすると結局体力なくなっちゃったりとか、精神的にもストレスだったりとか、1日10時間労働を強いられたりとかね、もう毎日残業しなきゃいけないみたいになっちゃうと、結局先にメンタルがやられたりとかね、人によっては病気する人もいるでしょうし、それよりも手を抜くところは手を抜いて、いかに細く長く続けられるかっていうような働き方、生き方の方が僕はいいのかなと思います。その方が結構
案外結果出たりします。もちろん最初は大変だと思うんですけど、ぜひ皆さんも一発逆転をするよりも細く長くコツコツ積み上げていく、貯金のように投資のように毎月積み立てていくっていうのが大事ですね。続いて11個目に参りたいと思います。11個目に伝えたいことは、物は量より質、挑戦は質より量ということです。まあ僕のチャンネルはね、ミニマリストチャンネルとしてやっているので、物に関しては量を持つよりも質を優先させていきましょうと、少数制でいきましょうっていうのはもう長いこと何回も繰り返しお伝えしてきました。でその反面、物を少なくしたら、少数制の物たちに厳選したら、ぜひねたくさん挑戦してほしいなと思います。で挑戦に関しては質を求めるよりもどんどん量をね積み上げていってほしいなと思います。でなぜかというと、いろんなことに挑戦してたくさん挑戦することによって、もちろん失敗もあると思うんですけど、だけど量をこなすことによって自然と質も増えていくからですね、質も高まっていくからです。でやっぱり最初の頃は今までその挑戦することのない人生だったから、いろいろその計画を練って失敗しないように慎重に考えて、なるべく質を高められるようにしてきたんですけども、それだとやっぱり遅かったりとかするし、それでやっぱり失敗しちゃうと自信喪失につながっちゃうんですよ。だけどあえてクオリティを下げて、まあこれで失敗しても仕方ないよねみたいに思っておけば、でちょっとずついろんな挑戦をしていくと、まあ、学びが得られると思うんですよ。あ、今回はこれが原因で失敗したいんじゃないかっていうふうに、まあ、仮説が出てきて、でもっとこうすればいいんじゃないかみたいなアイデアが出てきて、でそれを証明するために、じゃあもっとここを改善したらうまくいくんじゃないかみたいな、その検証に入っていくわけですよね。だからたくさん挑戦すればするほど人生に対するその学びも多くなるし、深くもなるし、でちょっとずつですけど成功確率も上がってきて、例えば100回挑戦したら1回ぐらいは成功するようになってきて、で1000回ぐらい挑戦した時には100回ぐらい成功するみたいな、人によっては200回300回と成功して、成功確率がまあもともと 1% 以下だったのがだんだん 10%、20%、30% っていう風に上がってくるんですよね。で多分おそらく誰でもそうだと思うんですけど、やっぱり挑戦したからには成功した方が人生楽しくなるし、その目標とか夢に向かってるそのプロセス、過程もすごく楽しかったりとかしますよね。無我夢中で周りのことが見えなくなるぐらい没頭して、そういう過程、人生もすごく楽しいので、ぜひね皆さんには人生の重荷になりかねないものは必要最小限にして、アップデートしていきながら質を高めつつ、挑戦は最大限にしてほしいなと思います。でとにかく迷ったらやってほしいですね。あれどうしようかな、これやってみたいなってくよくよ考えたり悩むぐらいだったら、もう失敗してもいいから一歩踏み出してみる、できる範囲でやってみる、迷ったらやるって決めるのもすごく大事です。続いて12個目、皆さんにお伝えしたいことは、お金を使って増えなければそれは投資ではないということです。これつまりどういうことかというと、昔の僕はそのお金を使えば使うほどお金は増えるよみたいな、なんかその情報というか、まあ、迷信を信じていた時があって、服をたくさん買ったりとか、多少ちょっとね収入が増えた時に高級なお財布買ったり腕時計買ったりとかしたんですけど、でそれが投資になると思ってたんですよね。だけど今振り返ってみると、あとはまあいろいろ自己啓発本読んだりとか、いろんな成功者に会っていくうちに、あ、今までのお金の使い方って投資じゃなかったんだなって気づかされたわけですよ。でもしかしたら皆さんもそのお金を使えば使うほどその自分のところにまた戻ってくるみたいなことを信じてるかもしれないですけど、そもそもその使った額以上にリターンがない場合はそれは投資ではありません。で投資っていうのはそのお金を払った額以上のリターンを得ることなんですよね。例えば分かりやすい例で言えば、投資信託、まあ、積立 NISA とか iDeCo とかも10年15年20年っていう長期スパンでやるからこそ、元金よりも上回る利益が手に入るというか、例えば1000万円っていう元金に対して毎年年利 5% で増えていくと、どんどん利益が膨れ上がっていくわけじゃないですか。これは投資ですけど、例えば別の例としては、本を1冊買いました
で本はだいたい1冊1500円じゃないですか。で1500円以上のリターンを得られれば、それは自己投資になるし、事業、もしかしたら事業投資にもなるし、でも1500円払いました、勉強しました、でもその本から学んだことを実践しませんでした、では意味がありませんよね。それは投資ではなく消費や浪費の部類に入るのかなと思います。だから昔の僕は投資貧乏になったんですよね。まあそもそも投資じゃないんですけど、投資のつもりでお金を使って貧乏になってました。本も月に10冊買った時もあるけど、読んで終わりになっていて全く役に立たなかったんですよ。皆さんもそんな風になってないですか？結論、お金とか数字は嘘をつきません。お金が増えた時、お金が増える可能性があるところにお金を使うことが投資になりうるというか、もう結果主義の世界なので、お金が増えたものに関しては投資になるけど、結果ダメだったら、あ、これは投資失敗だなっていうふうに冷静に判断して理解する必要があるので、だからお金を使う時はこれはしっかり将来リターンになるかな、収入上がるかな、手元のお金が増えるかなっていうのを考えた方がいいですね。もちろんあえて消費にお金を使う、浪費にお金を使うっていうのも大事なんですけど、やっぱりお金増えた方が嬉しいじゃないですか。だから本を買う時にしろ、セミナーイベントに参加する時にしろ、例えば投資をする時にしろ、どの金融商品がいいか見定める時にしろ、将来よりリターンが返ってくるような、ギャンブルとかは良くないですけど、長期的に見てより安心してリスクを減らしつつ利益が大きくなるような投資方法を選んでほしいなと思います。続いて13個目は、物で幸せは測れないということです。結構昔の僕はその物をたくさん持てば持つほど、高いものとか質のいいものを持てば持つほど幸せになれると思っていましたが、結果そういったものを全部手放した方が幸せになれたんですよね。より身軽になっていろんな挑戦もできて、でいろんな夢とか目標を叶えることができて、あ、昔の僕は全くダメダメで全く逆のことをした方が人生うまくいった、だから昔の方法というか昔の価値観は間違ってたんだなっていうふうに今の僕は思います。当然ながら必要最低限ものがあるからこそ、それこそ洗濯機があるからこそ昔みたいにその板で洗濯洗うみたいなこともなくなったし、調理器具があるからこそ、電気とかガスがあるからこそ、僕たち人間の生活がより豊かになってきたことは間違いないですけども、必要以上にね、物を持っちゃうと逆にデメリットの方が際立ちますよと。お金がない、時間がない、家事が大変、汚れが目立つとか、日当たりが悪くなるとかね、すごいストレス感じたりとか、気が休まらない、体が休まらないっていう風になっちゃいます。なので結論、僕が何を伝えたいのかっていうと、当然だから全てのものを悪者にしたいわけではなくて、僕たちを幸せにしてくれるのは、その物自体じゃなくて、物をたくさん持つことではなくて、今持ってるものを何に使うかというか、何をするかだったり、誰と使うかだったりとかするのかなと思います。つまり僕たちを幸せにしてくれるのは、周りにいる人間関係だったりとか、あとは何をするか、行動アクションだったりするのかなと思いますので、その物を持つだけでは幸せにはなれないよということです。たとえ物を1万個持とうが10万個持とうが、ちょっと大げさな例ですけど、結局何も動けなかったり何もしなかったり孤独だったりとかしたら全く幸せではありませんよと。むしろお金もない、時間もないってなっちゃうかもしれないしね。だからぜひ物で幸せは測れないっていうのを念頭に入れながら、片付けをしてほしいし、人間関係を見つめ直していただいたりとか、普段の皆さんの行動習慣をちょっと変えてみたりとかね、してほしいなと思います。続いて14個目は、羨ましがるより自分を磨くということです。人間誰しもね、周りの人と比較したりとか比べがちで、自分に足りないところというか、自分ダメだなって思っちゃったりとか、その反面頑張れることもあるとは思うんですけど、割と多くの人がやりがちなのは、あの人いいなって思った人に対してちょっと悪口言っちゃったりとか、陰口言ったりとか否定したりとか、あいつのあそこがダメだ、ここがダメだみたいになってる人が多いのかなっていう印象があるんですよね。昔の僕がそうだったんですけど、いわゆる嫉妬、妬みですよね、僻みというか。だけど
そういう嫉妬したところで、妬んだところで、悲願だところで、自分の人生って変わらないじゃないですか。もちろん今でもあるんですよ、そういう時はね。だけど僕自身はそんなことをしたところで、結果例えば人も離れていくし、仕事がうまくいかなかったりとか、デメリットな出来事が自分に降りかかってくるっていうのがもう分かったので、だったらもう自分を磨くしかないっていう風になりました。あの人羨ましいな、あ、自分もこんな風になれたらいいな、あの人のここが目につく、ここが嫌だっていうこともあるんですけど、ふと冷静になって、もうその人は一旦置いといて、じゃあ自分が今できることは何なのか、自分はどうすればその人みたいになれるのかだったりとか、その人になくて自分にあるものは何なんだろうっていうふうに考えたりとかしてますね。で、結局自分が例えばじゃあその人のことを羨んだとしても、もしかしたら向こうも自分のことを羨んでたりとか、やっぱ隣の芝生は青いみたいな状態になってるかもしれないので、やっぱり人間誰しもその悩みのない人なんていないんですよ。うまくいってる人とか、お金たくさん持ってる人とか、なんか輝かしい人生のように一見見えるかもしれないけど、ね、YouTube とか Instagram とか Twitter とか、やっぱそういう輝かしい発信してる人っているじゃないですか。だけど結局その人たちも何かしら悩んでることはあるわけですよね。もしかしたらちょっと見えっ張りで悩んでたり、人間関係とか、実はお金なかったりとか、家族関係で悩んでたりとか、身内のことで悩んでたりとかするから、結局人間誰しも同じなんだなっていうのはありますよね。だから一番はその他人の人生に悩まされるのではなくて、一旦落ち着いて自分の人生全うする、今の自分には何ができるかとか、何をやりたいかとか、逆に何をやりたくないかみたいなのをしっかり考えて、もう我に返るというかね、それが大事なんじゃないかなって思います。なのでぜひ皆さんも誰かと比較してね、羨ましがったりとか、まあ、妬んだり悲願だり、そういう人生を送るのではなくて、自分の人生を全うしていく、自分を磨いていくのが大事だよということですね。続いて15個目は、偉人になるより偉人になるということです。漢字はこちらの通りなんですけども、結構多くの方は偉人になりがちなのかなと思います。偉大な方ですね。だけどもちろん志高く生きることは大事なんですけど、僕の中では偉人になるより偉人になる、その異なる方ですね、を心がけるようにしてます。言い換えると、みんな違ってみんないいみたいな差別化ですね。自分のオリジナルだったり、自分にしかできないことを選んでいく、決断していくっていう風にしてきた結果、多分おそらく僕のこの YouTube チャンネルって他のチャンネルには出せない味があると思うし、唯一無二のチャンネルだったりとかすると思うんですよ。で、逆に多くの方はそれこそ、まあ、成功者の二番煎じだったりとか、まあ、真似することも大事なんですけど、真似から入ることも大事なんですけど、ただそれだとなかなかうまくはいかないですよね。もちろん気づけることはあると思うんですけど、いつかは必ず異なる道を選ばなきゃいけないし、自分のオリジナルを出さなきゃいけなかったりとかもするし、でもそれができないとどんどん潰れていって存在価値がなくなっちゃう。お客さんに選ばれなくなったりとか、収入が減ったりとか、仕事とか人生が停滞したり衰退したりとかもするんですよね。厳しい話だけど、人と違うことをすればするほど、自分にしかできないことをすればするほど、自分の希少価値、存在価値がどんどん高まっていくので、結果周りから必要とされるようになって、人の記憶にも残りやすくなって、選ばれやすくなるのかなと思います。逆に言えば、人と同じことばっかりしちゃうと、自分の存在価値や希少価値がどんどん下がっちゃって、収入が減ったり仕事が来なくなったり、周りから必要されなくなったりとかもするかもしれないですよね。なので、まあ、当時、まあ、昔の僕はこの偉人になるより偉人になるっていう言葉にすごい感動しちゃって、なるべく人と違うことをしよう、自分にしかできないことをしようっていう風になりました。だから、まあ、さっきも言ったんですけど、人にあんまり妬まなくなったりとか、これはもう自分にしかできないことだからそれをしようみたいな、そう、一旦その自分の軸に戻れるようにもなったから、それがかえって良かったですね。なので、まあすごい人になろうとか、あの人のようになりたいももちろん大事かもしれないですけど、まあ皆さんは皆さんで自分にしかできないことを全うしたりとか、自分にしかできないことで何かな、他の人がやってないことって何かな、隙間はないかなみたいな感じで道を選んでいく、やりたいことを決めていくと、
また今までとは違った風景景色にもなっていくと思うし、それがなんだかんだ言って楽しかったりとか、今まではその人と比較ばっかりして自分の欠点ばっかりしか見えてこなかったのが、その自分にしかできないこととか人と違うことをすることによって羨ましがられる存在になったりとかもするから、ぜひ皆さんにはそういう生き方を選んでほしいなと思います。続いて16個目は、お金を貯めると安心する、お金を使うと幸せになれるということです。これは最近の僕の教訓なんですけど、当然お金を貯めれば貯めるほど万が一の時の備えにもなるので、すごく安心すると思うんですよ。で、この安心感もすごく大事なんですけど、僕の中では幸せにはなれないなって思いますね。やはりお金は使ってこそなんぼだという部分もあって、やりたいこととか夢とか目標を叶えるためだったりとか、例えばじゃあ家族と大事な思い出を作るためとか、友達とご飯に行くとか、仕事仲間とワイワイ騒ぐとか、一緒にね同じ目標に向かってお仕事を頑張るとか、なんかそういうところにお金を使ってこそ人生充実すると思うし、死ぬ時に後悔しないと思うんですよね。だから結論、何が言いたいのかっていうと、お金を貯めることによって得られるのは安心感だけですよと。で、幸せの感情を、幸せな気分を味わうためにはお金を使うしかないんだよということです。旅行に行くもよし、スポーツジムに行くもよし、何か習い事をしてみるとか、誰かに会ってみるとか、副業を始めてみるとか、その自分のお仕事のためにお金使ったりとか、何か好きなこととかやりたいことのためにお金を使った方がより幸せになれると思います。まあ、結論、要はバランスなんですけど、お金貯めつつ安心感を得つつ、余剰分だったりとか、ちょっとゆとりのある分をお金使って幸せな気分を味わっていく。僕は今そんな風にそのバランスを取るようにしてます。お金なさすぎてもね、あまり良くないとは思いますけど、安心感もない、そして幸福感も、使うお金がない、使えるお金がないから幸福感も味わえないってなっちゃうと一番良くないので、まず最初はね、安心感を得るところからが大事かもしれないですけど、ある程度生活防衛資金を貯めたら、少しずつねお金も使っていって、幸せな感情気分を味わえるようにぜひしてみてください。続いて17個目は、今やりたいことを最大限楽しめばいいということです。これはつまりどういうことかというと、環境ももちろん大事なんですけど、環境ってなかなか変えるのって、勇気もいるし、なかなかお金も時間もかかるから、ガラッと一気に変えるって難しいと思うんですよ。で、もっと具体的に言うと、昔僕自身この YouTube チャンネル始めた時が、家賃3万5000円の築30年以上のオンブロアパートから始めたんですね。で、今思えば、うまくそんな環境でね、そんな状況でうまくいかないだろうっていうのはもう目に見えてわかるんですけど、だけど当時の僕は YouTube 自体、やること自体、動画撮ってこんな風に話すこと自体がすごく好きというか、やりたかったことなんですよね。メンタリスト DAIGO さんに憧れて、僕もそんな風になれたらいいなっていうところからこの YouTube チャンネルが始まったんですけど、だからたとえお金が稼げなくても、たとえうまくいかなくても、登録者が何万人といかなくても、もうやってること自体がすごく幸せで、すごく楽しかったんですよ。で、このことから何を言いたいのかっていうと、もしかしたら皆さんの中にも、環境が良くないとか、職場が良くない、今のこの身の回りの環境のせいで自分やりたいことができてないんだ、嫌なことをやめられないんだって思ってる方もいるかもしれないですけど、もちろん環境が変われば変われる部分もありますけど、環境のせいにしちゃいけないこともあるんですよね。今の環境で楽しめないのなら、もしかしたら環境が変わったとしても何かと言い訳をつけて楽しめない可能性も出てきますよと。だから結論、何が言いたいのかっていうと、どんな環境でも楽しめることはあるよということです。楽しむ方法はいくらでもあるし、今の状況でいかに楽しめるか、楽しい要素は何かって探すことも大事だと思うし、でその癖が環境を変えた時により爆発して、いい爆発ですね。それこそ、その家賃3万5千のオンボロアパートから始まった YouTube ですけど、次引っ越したところがめちゃくちゃ綺麗なお部屋で、リノベーション物件だったんですけど、それでまた一段と登録者が増えたりとか、視聴回数がまたガンと増えたんですよ。でもそれは、
環境が変わったからっていうのもあると思うんですけど、そもそも根本の要因としては YouTube を僕自身が楽しんでたし、多分おそらくこういう話すことも皆さんに共感してもらえたりとか、ためになると思ってもらって、引っ越したタイミングでわーすごいみたいな、よかったですねって応援してもらえたりとか、まあ、環境が綺麗になったことによってまた皆さんにも注目してもらえて、あ、なんかちょっと貧乏そうだと思ってたけど、あ、なんかミニマリストになるとこんな風に暮らしが変わるのかなと思ってくれた人もいると思いますし、だから、まあ、結論ね、ちょっと話脱線しましたけど、もうとにかく今やりたいことを最大限楽しむのが一番人生が変わるというか、好転していくんじゃないのかなっていうのはありますね。だからとにかく今皆さんこの瞬間を楽しみましょう。最大限楽しみましょう。楽しいことを見つけて見てほしいなと思います。続いて18個目は、人生は実験と検証の繰り返しだということです。これ最近僕がよく言うことなんですけども、いろいろね、皆さんも勉強したりとかいろんなことに挑戦して学びとか気づきとかもあると思うんですけど、ただ多くの方は自分の可能性をちょっと狭めてしまって自信がなかったりとか、まあ、失敗を怖がったりとかして、なかなか行動に移せない人もいるのかなと思います。昔の僕も実際そうで、いろいろ本読んだりセミナー行ったりとかいろいろインプットしたはいいけど試せてなかったんですよね。で、当然、まあ、今回の動画もそうですし、いろんな本に書かれてることとか、常に成功者のことが言われることとか、いろんなコンテンツがある中で、その成功法は一つじゃないんだなっていうのは今の僕の中での軸になってる考え方ですね。あの人がいいと言ったからといって自分に当てはまるとも限らないし、もしかしたら今の僕のこの状況ではうまくいかないかもしれないし、逆にそれをやったことによってうまくいくこともあるんですけど、でもそれは実際自分の人生に落とし込んで自分なりにいろいろ工夫しながら実験と検証を繰り返すしかないなっていうのが僕の中ではあって、でとにかく僕はまた動画の前半か中盤か忘れましたけど、とにかく挑戦を最大限にしてほしいっていうのはそれもあって、とにかく実験と検証を繰り返してほしいんですよ。皆さんの人生において何が成功法で何がうまくいかないのかっていうのを試しながら前に進んでいくことがすごく大事で、たくさん試せば試すほど皆さんにとってその失敗する方法がどんどんその山積みになってきますよね。で、そこからいろいろ学んで、こうしたら成功するんじゃないか、あれやってみよう、これやってみようみたいなことが見つかってって、でそのうちの一つが、数個がうまくいって成果が上がってって自信につながったりとか、より大きな成果につながったりとか、いろんな夢とか目標にもつながっていくと思うんですよ。だから皆さんには、まあ、僕が言ったことを信じてやってみても欲しいけど、でもそれが絶対成功するとも限らないから、プラスまあ僕の言うことだけじゃなくて、例えばいろんなミニマリストさんとかいろんな成功者の言葉を、もちろん最初はね信じることも大事なんですけど、半分は疑うっていう心を持って試しにやってみるみたいな、いろんな方法を試してみて行くことが大事だということですね。もう成功法は一つじゃないので、で僕も最初ミニマリズムっていうこの生き方に半信半疑だったんですね。本当に物を捨てただけでうまくいくのかよと、で最初は疑ってかかって、でもうまくいくかもしれないっていう可能性は信じたんですよね、ちょっとね。でとりあえずじゃあやってみようっていうところから始まって、結果良かったから、あ、じゃあこのミニマリズムっていうものは自分の人生において一個の成功法則なんだと。でプラス他にも、例えばじゃあ YouTube ですよね。 YouTube もいろんな方法を試してきて、いろんな人の言うことを信じてやってみて、もちろん失敗することの方が多かったんですけど、あ、これをやれば伸びるんだな、これをやればうまくいきそうみたいなことを信じて、その成功するその手段というか方法をどんどん増やしていったんですよね。で今のこのチャンネルがある、今の僕があるので、ぜひ皆さんも人生は実験と検証の繰り返しなので、いろんな実験をしてほしいなと思います。で19個目は、そんな中で本気の失敗には価値があるよということも伝えたいなと思います。皆さんは失敗をそもそも怖がっていたりとか、その本気で失敗するのが怖いから、本気でなんかずっこけるというか、本気で転ぶのが怖いからちょっと手抜いてたりとかもすると思うんですよね、普通の人は。だけど僕の中では、本気で失敗したことにこそ価値があると思うし、記憶にもすごい残るし、大きな学びが得られるんですよ。
やっぱり失うものが大きければ大きいほど得られるものもすごく大きくなって、例えばちっちゃなミスとかちっちゃな失敗にはやっぱりちっちゃな学びというかちっちゃな気づきしか生まれません。だから当然大きく失敗するのは怖いと思うし、リスクも大きくなるので、まあ、例えば大金を失ったりとかね、大事な大切な人を失ったりとかする可能性はありますけど、たまにはね大きな挑戦もしてほしいなと思います。結論、本気で失敗したことは強烈な記憶となって残って、本気で悩むようにもなるし、で本気で悩んだ結果行き着いた答えだったりとか出てきたアイディアってもう最強の学び教訓を与えてくれるので、ぜひ皆さんやるときは本気になりましょう。で本気になって本気で失敗したことにはめちゃくちゃ価値があります。それでは最後20個目に皆さんにお伝えしたいことは、迷ったときはどっちが楽しいかで選ぶということです。まあ、今までにねこの20項目をお伝えしてきましたけども、本当に最後の最後、僕の中で一番大事だと思うのがこの迷った時はどっちが正しいかっていうのを考えるのではなくて、どっちが楽しいかを考えた方が僕は人生がより楽しくなるし、まあ、結果的に成果も出やすいのかなというふうに、そういう考えに行き着きました。だからもう最後のこれを大事にすれば、まあ、人生うまくいくんじゃないのかなとも思うぐらい、もう僕の中ではすごく大事にしている、まあ、考え方であり、その人生の軸になっている考え方ですね。で、結構多くの人は、それこそ昔の僕はどっちかっていうと、まあ、世間体を気にしたりとか、まあ、どっちが正しいのかみたいなのをいろいろ考えて判断してたんですけど、でもそのどっちが正しいかで選んだ結果、なんか自分の心の中ではモヤモヤしたりとか楽しくなかったり、逆にあっちの選択肢を選んでたらどうだったんだろうみたいなのを考えてたんですよね。だけどちょっと考え方を変えて、どっちが楽しいか頭で考えるんじゃなくて心で決めるみたいな、どっちがワクワクするか、どっちが楽しそうかみたいなので選択するようになってから、まあ、当然なんか失敗したとしてもその行為自体が楽しいからすごく、まあ、人生ワクワクするし楽しくなるし、他の選択肢が気にならなくなったんですよ。だってこっちの方が楽しいし、まあ、他の選択肢はもしかしたらつまらないかもしれないし、もしかしたら結果は出るかもしれないけど、でも多少なりともストレスを抱えてるのであれば楽しい方がいいよなみたいに割り切れることにもつながったので、だからぜひ皆さんも心で決めてほしいなと、どっちが楽しいか、どっちがワクワクするかで決めてほしいなと思います。でこれは本当何でも当てはまると思います。片付けの時もそうだし、退職するか転職するかどうしようかで迷った時、悩んだ時もそうだし、副業に関してもそうですよね。投資だったりとか、あと人間関係だったりとか、悩み相談受けた時、悩み相談する時とか、人に会う時とか、もう何でもそうだと思うんですけど、どっちが正しそうかよりも自分にとってどっちが楽しそうか、手放した方が楽しいのか、残した方が楽しい人生になっていくのか、それを毎回毎回天秤にかけて、楽しい選択肢、自分の心がウキウキするようなね選択肢を毎回選んでいけば、もうそういう人生になっていくのかなと思います。もう最後の最後ね、今までのこの19項目が全部忘れてもいいぐらい、この最後の20個目がすごく僕の中では大事なので、これからの人生いろいろ悩むこととか迷うこともあると思うんですけど、そんな時はぜひどちらが楽しいかワクワクするかで選ぶようにしてみてください。そうすれば余計なことを考えなくても済むし、より人生がシンプルに、かつ皆さんの生活、人生がよりワクワクした、より豊かな人生になっていくはずです。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画では僕が7年間で積み上げてきた超ミニマルな思考についてお話をしてきました。もしこの動画を見て皆さんの心に響いた言葉だったり学びとか気づきがあれば、この動画下のコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。またこういうお話も聞いてみたいなど、リクエストや質問もどしどし受け付けております。最後に、この動画が面白かった、ためになりましたという方がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。